こんにちは、番組ナビゲーターの雪澤智子です。今日は長井海の手公園ソレイユの丘にやってきています。今回はふれあい動物村で行われているバードショーをご紹介します。カピバラやカンガルーなど様々な動物たちと触れ合えるふれあい動物村。命や自然環境の大切さを感じて、私たち人間も動物たちも笑顔になれる、そんな空間を提供しています。こちらのふれあい動物村で行われているバードショーなんですが、どんなショーなんでしょうか？はい、こちらのショーではお客様の目の前や頭の上を高やわしが通り過ぎるといったとても迫力のあるショーとなっております。高やわしが見られるわけですか？はい、それはかなり迫力ありそうですよね。他にはどんな鳥が出てくるんですか？他にもですね、ミミズクやインコといったとても可愛らしい鳥さんも登場してきます。そのショーは毎日行われてるんですか？はい、平日は14時半からの1回、土日祝日は11時半と14時半の2回行われております。小さいお子さんから大人までみんなで楽しめそうなショーですよね。はい、私も見せていただきたいんですが、よろしいでしょうか？はい、大丈夫です。お願いします。お願いいたします。大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりバードショーを開催いたします。早速1羽の鳥がお兄さんと登場してきました。頭の上にご注目。ぴょこんと耳のようなものがついています。耳がつく、耳づくなんです。お、柔らかい。柔らかい。ありがとうございます。気持ちいいですね。そうなんです。耳づくさんの羽の柔らかさは鳥の中でもトップクラス。この柔らかい羽が飛んでいる時の音を吸収して静かに飛ぶことができていたんです。あちらはワシの仲間で、ワシのスリという種類、名前はシルビアと言います。捕まえた獲物を窒息死させてしまうぐらい握る力が強いことから、ワシづかみという言葉が生まれたとされています。一羽の鳥が颯爽とやってきました。こちらは鷹の仲間でハリスホークという種類、名前はハリと言います。さあ、今私たちが行っている鷹キャッチ、本日はお客様にもチャレンジしていただきたいと思います。拍手でお迎えください。はい、ありがとうございます。それではせっかくなのでお名前を聞いてもいいですか？はい、雪澤智子です。智子さん、ありがとうございます。はい、まずは左手をピンと伸ばします。そして手をグーにします。準備、たったこれだけなんです。せーの、ハリー、呼ばれてきた。ナイスキャッチ。それではくるっと回ってシャッターチャンスです。お写真大丈夫ですか？よろしければピースなんかしていただいても大丈夫です。わー、すごい迫力です。怖いと思ったんですけど全然怖くなかったです。怖いと思ったけど全然怖くなかったという感想をいただきました。ありがとうございます。ハリスホークのハリーでした。バイバーイ。いや、バードショーすっごい迫力でした。ここに鷹が止まったんですが、間近で見たの迫力っていうのが忘れられません。皆さんもぜひ見に来てみてください。おすすめです。ソレイユの丘の体験教室では、イースターに合わせてイースターエッグクッキー作り、イースターエッグのバスボム作りを5月31日まで開催しているので、ぜひご参加ください。またイースターのバニーのいちごサンデー、アルパカソフトイースターバージョンなどの限定スイーツも5月31日までお楽しみいただけます。この機会にぜひソレイユの丘にお越しください。皆さん、いかがでしたか？さて、この番組ではこれからも横須賀の魅力あふれる情報をお伝えしていきます。お出かけの参考にしてくださいね。それではまたお会いしましょう。さようなら。